城地域は三田盆地の西に位置し、起伏の多い段丘に古くから開けた農村地域です。都市化が進む三田市にあって、今も移ろいゆく季節が暖かく優しいふるさとのぬくもりを伝えています。地域の歴史は決して華やかではないが、神々と人が共に暮らしてきたふるさとの昔を色濃く残しています。静かで優しい。しかし本庄地域の歴史は古い。本庄猪草にはおよそ4000年余り前の縄文時代後期の遺跡や、そして東本庄の五の壺には弥生時代中頃の遺跡があり、遺跡からは弥生人が暮らしに用いた土器の破片が出土しています。また四つ辻から須磨田にかけて60基余りの6世紀から7世紀の古墳が確認されています。玉に勾玉のついた首飾りのほか、須恵器の高槻や貞平などの副葬品が数多く出土しています。しかし本庄地域の奈良時代の歴史はなぜか定かではありません。本庄猪草はかつて人と土と神々が一緒に生きてきた素朴な神々の素顔が今も昔ながらに受け継がれています。田んぼのあぜの小さな祠の地神さんは、振り向く人が少なくなった今も昔通りにふるさとの田畑を温かく見守っています。小さな祠のお稲荷さんも里人たちの身近で親しい守り神です。近くの東山には室町時代播磨国の守護職を務めた赤松氏一族の館といわれる茅葺きの民家が残っています。庭の大木の下には嘉吉2年1442年、剣謀術数が渦巻く都を舞台に
政治闘争に敗れこの館で自害したと伝えられる赤松一族の名を後世に残すために家臣が矛の先で刻んだとされる供養塔があります。の巨漢跡があり、造り酒屋のそばに中世の官房がわずかに残っています。そしてさまざまな話題のある杉林に鎮座している天満神社は猪草の氏神さんです。トタン屋根の中には板吹きの天満宮と八幡宮が祀られています。そして本殿の裏の大きな杉の木は神々が降臨してくる依り代として氏子たちが崇拝してきた神木です。石灯籠には元禄13年1700年の年号が刻まれています。そして境内には近世の末期全国的に大流行した伊勢講が今も里人の暮らしにしっとり溶け込んで里人と神々の深い絆を伝えています。森本城址は中世の山城です。山頂には今も土塁や空堀の跡が戦国動乱の世を駆け抜けた武将たちの面影を忍ばせています。そして川を挟んだ東本庄田中の丸山城址は尾根に廓が連なり廓ごとに堀切りを備えた堅固な縄張りの遺構から近世に近い中世末期の城郭ではないかと考えられています。麓には丸山城主の巨漢跡と伝えられる遺構などもあってかつての姿を彷彿させています。かつて本庄地域は田島や丹波から摂津や播磨に向かう旅人たちが歩いた道です。四つ辻の旧街道には今も右三田左火山院と刻んだ道しるべが西国霊場巡りのガイドを務めています。そしてかつての旧街道が通過する本庄村には道路原標が町村合併前の役場の跡に残っています。また本
城四つ辻には平安時代12個の村人たちが大年狼の託宣を受け社殿を建立したと伝える八幡神社があります。秋の祭礼は託宣を受けたとされる12個が代々世襲制で受け継いできた御刀、つまり宮座を組織する人々の手で行われます。伸ばし獄と言われる平たい餅はこの神事に欠かせないお供えです。神事を迎える準備が整うと12人は長床で昔通りに杯を交わします。まず焼いた伸ばし獄をいただき、世話役さんが継ぐおみきと料理で4回杯を交わし、宮座の結束を誓い合います。一般にお刀はまだ神職が成立しない中世の初め、氏子たちが神職や神事一切を司って祭礼や氏神にまつわる行事を行う宮座の組織です。組織は中世に始まったとされる祭祀の形を受け継ぐ貴重な祭礼や神事形態の継承です。上本城には平安時代から室町時代にかけて奥山に佇む山岳寺院であったと自伝が伝える天台宗金剛寺があります。山深い創建当時の寺院跡周辺はゴルフ場になっていますが、今も礎石や基壇跡が保存されています。また上本城の駒房八幡神社は八幡さんが天馬に乗って九州の宇佐から京都の岩清水に向かう途中、霊雲のたなびくところを見て立ち寄ったところに建てた神社だと伝えられています。現在の社殿は明和3年1766年に八代目三田城主久喜高村と須磨田六花村の城材で再建された社殿です。
上に炭柱を建てた一見四方のかやぶき入りもや造りの舞殿があります。そして長床は入りもや造りの瓦葺きで、正面7軒、側面2軒で、棟札に昭和3年1654年の年号と寄進した久喜孫次郎、つまり2代目三田藩主久喜高政の命が記されています。下の赤石は神が降臨する霊石として信仰されています。また駒臼八幡神社には県の無形文化財百石踊りが継承されています。踊りは水の恵みを神に願う雨乞いの民族芸能で、本庄8つの地区が上谷と下谷に分かれ、毎年交代で奉納しています。踊りの構成は総衣姿で軍配と七夕竹を持った新墓地と、シャグマをかむって締め太鼓を持った子どもたち、さらに旗踊り、山伏、鉄砲役、青鬼、赤鬼、笠幕持ち、旗持ちのおよそ50人余りで構成されています。芸体は中世から近世にかけて流行した風流小唄踊り系の芸体です。百石踊りは雨乞い祈願の元時踊りとして、遊行の祖元神にまつわる由来を継承していますが、近世には駒臼八幡が霊源新たかな水の神として雨乞い祈願の百石踊りを奉納していたようです。神社に奉納される百石踊りが終わると、本庄地域の秋も終わり、野山はやがて冬支度を整えていきます。